はい、またおはようございます。最近ですね、急にスロットの調子が良くなりまして、先月ですね、万枚を2回も出してしまいました。ノムロックです。梅屋さんに助けてもらっていることでおなじみですけれども、一人でもできるんだぞというところで、久しぶりの野村 100% で勝ちたいっていう。ホールもですね、エウレカ ART を打って以来でしょうか、個人的には非常に馴染み深い、BB ステーション日暮里店、今日は来ております。で、何を打とうかなというところなんですが、先月その万枚2回出したっていうのがね、カメラの前でできてればなというところではあるので、その再現というわけではないですけど、今日気になっているのが、その万枚出した時に閉店取り切れずで終わってしまったスマスロ新北斗無双ですね。今日はですね、一般入場で入らせていただくので、実際入店してみないと何が打てるか分かりませんけれども、今日もなんとか粘りに粘って機械割り 100% 以上の機種第状況を狙って買っていきたいと思います。野村 100% で勝ちたいってよ。寝台の鬼太郎が打たれてる。さあ北斗無双、でもこれ相当初当たり引いてるよな。角を打とうか角2を打とうかめっちゃ悩む。迷ったら角2、ここから行きましょう。さあスマスロ新北斗無双やってまいりました。こちら新北斗無双3代目です。時刻は11時47分。めちゃくちゃ簡単に説明すると、で最後の3代目に移ってきました。3度目の正直ということでね、今度こそこの台で厳冬ラッシュの連チャンを見せたいと思います。というわけで、まるで朝一のようにちょっと説明をしていきますけれども、このカルマですね、通常時はこのゲーム数とともに、加算されていくカルマが規定数に到達することで、ボーナス当選と。もうそれだけですね、非常に単純で。レア役がね、チェリー、スイカ、ベル、チャンスメとあるんですけど、このレア役を引くと、カルマブレイクというですね、カルマ獲得特化ゾーンに行くかもしれない。そのカルマブレイクで、カルマをね、まとめて獲得しながら、規定カルマ数を目指すというゲーム性です。で、最近のスマスロの中だと、少し前ですけれども、主役銭形砲が結構近いかなと思ってます。さあそんなことを言いながら3枚目がなくなり、なんと4枚目、早すぎる。で、なんでこんなね、大移動を繰り返したかというと、まず一つが朝一設定変更されていれば天井が短縮される、お決まりですね、最近の台に。であとは、この台において非常に重要なことが1個ありまして、有力感を切ることですね。僕の実践上ですけど、サマイがプラス2000枚ぐらいになると、そこから、エンディングに行ってくれて、でエンディングの後はですね、無条件で最上位の ST 極み厳冬ラッシュというループ率なんと 96%、 この ST に突入してくれるので、サマイでプラス2000枚を到達するためにはですね、少しでも枚数が入ってない台を打った方がいいというっていうことで、台度を繰り返して3台目になって今3万円使ってるんですけど、緑の兆しあるんじゃないかな。これいかないでしょ。よし、さらに ここも耐えて、耐えずダメかも。チャンスアップがなかなか出ないんだけど、やっぱり出ず、じゃあダメだ。オープン、あ、いた、よかった。171ゲーム、動画上では
1回目のあたり、僕の中では3回目のあたりです。総投資35,000円、よかった、ベルくれ、よし、さあ、早かった、大移動成功ということで、限定ボーナスです。初当たりはこの100枚の限定ボーナスになって、で1セット目の ST に備えてここで伝授キャラを必ず1人以上は獲得できる。さあこれが誰かが非常に重要。ボタン震えれば緑色、あー震えず、ふーライガー、ふー、あ龍河だ、これも緑キャラじゃない、アスカー。さあ初当たりボーナスが終わりまして、これから大事な大事な ST です。まあ、演出をどこにするか選べるんですけど、今までね北斗神拳と北斗の軍で単発を食らってきました。なのでお気に入りの北斗龍拳で行かせていただきたいと思います。最初のキャラが決まるんですけど、最初のキャラが結構重要、できればこのチャンス目対応キャラ以外がいい、対応が結構厳しい、他何でもいい。よし、いいでしょう。今日 ST 中にやることも非常に単純です。レア役引いてバトル入れて勝つ。うおーマジか、ちょっと待って、いろいろ順を追って説明していこう。まずですね、厳冬ラッシュ中は、まあ、主にレア役ですね、レア役でバトルの発展抽選を行ってます。追加チェリーで 50%、 チャンスベルで 75% で、チャンスベルで 33%、 あとは、無双目ですね、あの無双図柄が揃う無双目で 25% で、まずバトル発展抽選を行ってるんですが、この味方キャラですね、獲得しているキャラの対応役は 100% になります。今ヒョウなのでチェリーが 100%なんで、これもう、バトル発展確定です。でさらに言うと、このラッシュ中のレア強化キャラアスカがいるので、スイカ、チャンスベル、チャンスベル、どれを引いても必ずバトルに発展してくれる、非常にチャンスです。でバトルが確定したんですけど、この前兆中に例えばレア役を引いたらバトル自体のストックをしてくれます。なので、今レア役を2回3回引けば2回3回バトルのチャンスがもらえたと。でバトルに発展します。次のゲームもまだ発展前ですね。ここでキャラが決定するんですけど、ここもまだ発展前、はい、でこの次のゲームからバトルが開始されますが、この時点で勝利抽選をしてまして、すでに勝ってる可能性もあります。まあ、前兆が強いとその可能性が高まったりします。あとはこの出てくるキャラによって勝利期待度が変わるんですけど、ただ1セット目は必ずこの粛清バトルになって味方キャラを獲得できるチャンスです。味方キャラを獲得すると、まあ、次のセット以降でですね対応役が増えるので継続しやすくなる。まあ、要はですね1セット目が一番継続しづらい、ただ2セット目に継続した時は必ず味方キャラが2人になってるし、ゲーム数も伸びるので、1セット目が非常に重要、非常に重要なバトル今からやります。はい、まあ、演出によるチャンスアップもいろいろありますが、勝利抽選この時点で勝ってなくてもレア役での勝利抽選ももちろんあります。スイカチェリーで 50%、 チャンス目 75%、 チャンスベルで 33%、 これはあのバトル発展率と一緒ですね。ただ無双目がバトル中に引くと無双目は必ず勝利確定に なってくれると。2ゲーム目、味方キャラ先生だったら勝利、はい、この攻撃も避けなかった。3ゲーム目、はい、めっちゃ減らすのが弱い、まあ、勝ってない可能性が高いですね。ただまだ子役による書き換えも。4ゲーム目、最後、技が弱い、チャンスベルな 33% なし、まあ無理かなという感じですけど、
惜しい、惜しかった。ただ今実質ですね、竜がゲーム数ホールドが効いてて、これ実戦上20ゲームやってくれるんですよ。なので1セット目本当は30なんですけど、50ゲームのラッシュになってる、ラッシュというか ST になってる、プラスアスカもいるので、この1セット目はねマジで大チャンス、本当にチャンスなんだからね。ちゃー、嘘でしょ。あー、これラストチャンス、2ゲームだからもうここで決まっちゃうわ。もう一回引け、このレバーで保留変わる可能性まだある。なしー、あ、頼むよマジで、割れて海洋こず、1回しかバトルやってないんだけど。さあ次最終ゲーム、ここでバトル発展できれば勝つらしいんですけど、発展したことはない。チェリーを引くだけ、なんじゃば、チャンス目、無理だよ。デフォルト3連駆け抜けを食らいました。こんなに、こんなにキャラ恵まれてて、マジで、あ、おっせー、あ、いけた、よかった。線のところですね、だから、まあ、モード A かモード C の天井か、投資が54本、563ゲームんー、もう駆け抜けは嫌だ。これ何回やってんの、3連駆け抜けかな。ベルをください。あー、55K になりましたすー、レア役結構引いてたんだけどな。演出はいいよ、電磁キャラ、よし、誰だ、龍が、また龍が、悪くないのよ龍がは。おお、取ってるね。ちょっとじゃあ北斗の軍でいきますか、ケーキ漬けに。ああ、いい、よし、いいでしょう。さあ太陽薬はスイカ、3次ゲーム。その北斗の軍を選んだときはですね、基本的にそのレア役成立時にビックリマークが出ることになるので、お、いいよ、チャンス目、あ、しかも、あ、チャンス目じゃない、無双目、無双目成立ゲームで、5個溜まってるので、バトルの期待、あー、この演出もいいです。前兆中にこの煽りは、しかもリンダめちゃくちゃ勝ちたい。リンは太陽がチャンスベルなんで、出現率が高いんですよね、子役の出演率が高い。このスイカとチャンスベルト取れるのはすごくありがたい。あ、まあ奥義重視だからね、リプレー無理だー、引かないと無理、なんだ、まあ無理、チャーくぬ
いやー、次もリンが出てくるとは限らないんだよな。リンで取りたかった。ちょっとね、このレバーオン、あっって言おうとしたけど、これはもう完全に無双目ですね。はい、メーター3つ6つ行くか、行った。バトル2回目、誰、いいよバットでも。赤ゼリフとか出ないが、いやー、ちょっと結構減らしたことになってない？お、これハサミで決まっちゃうんで、チャンス目でした。やっと2連、1セット目は必ず、新北斗無双ボーナスになります。やっとだよ。あー、伝授よし、ありがとう。誰、ライガー。ただこの300枚の間に伝授キャラをなんとか、はい、よし出た。演出なしはそんなに強くないけど、よし、ホックス。さあ2セット目突入と、ここからはですね、で、味方のキャラが2人になり、ゲーム数も伸びます。30から40に。ちょっと北斗神拳でいくか。神拳とラッシュ40と。さあやることは一緒です。レア役引いてバトル引いて勝つ。めっちゃ熱い。ボタンなかなか出ないんで、まあバトルは濃厚でしょう。あー、でも白い、セリフが白い。ただまあ対応役ですね。はい、ケリー、誰だ、海王、まあここでは出てこない。ヒョウ、あー、ヒョウか。まあもちろんね、粛清バトルが良かったんですけど、リプレイを引いていく。で、今バトル突入と同時に無双高確率になったんで、これは結構でかくて、無双目がね、書き換え 100% なので、で押し順を出せれば激アツ。無双目は結構3枚役で出ることが多い。3枚ベル、3枚ベル、うおー、まあまあ減らしたことになってない？どう？はい、ダメだ、無情猛暑波出さず。くわー、たまに勝つ、たまーに、本当にたまーに勝つけど、うわー、やめてー。 25%、 25%重ね、やばいやばいやばいって、うわー、こんなに、あ、2ビで緑だよ。もう一回緑、なあ、マジでマジでか、緑ショック弱すぎる。無双ゾーンバトル発展で勝利です。うわー、
何でもいいからバトルをください。くわー、何でもいいんです。なー、引けず、うわー、終わっちゃうって。あー、うわ、無双ゾーンもったいない。うわ、煽りは出てきた。ってことは多分無双目でしょう。一応ショック。まだ危ない。誰、シン、いった、危ねえ、危ねえ、マジで。あー、セーフ、なんとか継続。無双ゾーンありがてー。あーっつってね。よし、ありがたい。とにかくもうこっちをどんだけ引けるかです。レアーク何も引けなかったな。その分は ST 中に引くしかない。さて、まあ新北と無双ボーナスが続いてくれるとね、これぐらいは北斗神拳でいっか。また無双ゾーン？マジ？行くかどうかわからん。行ったよ。恵まれてる。だいぶ恵まれてる。ポイントで行ってもいいんだから。さあ、変えよう。いやあ、れ無双目だったらバトル、あ、黒波、これ粛清バトル、あれいいか。まだ上がらん。海洋、さあ誰、レイ、オッケー。いやー、耐えてる。天破合殺、頼む。よし、これは恵まれてる。なんだ、ブルーセブンモードか。さあ、3回新北斗ボーナスで、枚数はそこそこゲットですけど、粛清はゲットできず。そして非常に心もとない雷が1人。なんだ、うわー、スイカ、もしくは、さあ、こういう粛清キャラ、早いな。誰、マジで粛清来た。ゲーン、引け、いや引いてない、これは引いてない。いや、これマジで勝てると相当、あー無理だ。奇跡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 、無理か。あー、いやー、 25%。
弱いな。もう一回継続しない？無理か。あれ？これ書き換わってるから多分バトル行くな。ねえ。ファルコア。めっちゃ引いてる。もう一回引け。もう一回引けって。すー。お、あるかも。破眼剣なら奥義だし。ありがてー。よう勝ったなファルコに。そしてさすがにか。よっしゃ。あれブルーセブンモードじゃないこれ。さあただやることは同じ。聞いてるね。これは最高。追加も引く。ミドルショック。シーン。ラオ、ラオ来た。粛清来たー。いや、なんなら勝ってろ。トキ。ワンちゃん、ワンちゃん。くぬー。必然チャージでもいいぞ。まあまあまあ許しましょう。まあまあまあ必然チャージありがたいからね。必殺チャージは、バトル敗北時に当たるかもしれないボーナス。 50枚刻みで継続していくんですけど、何がいいかというと、まずこの電柱スキル、電柱キャラを大部分持ち越してくれると、毎ゲームこの厳冬ポイントを必ず加算してくれるので、バトル中のベル強化もらった。だこの七星チャージ中はとにかく、ベルを引かない方がいいですね。さあ50枚獲得で継続。さあ継続。よっしゅ、ありがてえ。いやー、うん、ありがたー。さあはい200枚獲得。ただもう1210枚、これはもらってるでしょう。天破滑殺。さあここで検討ボーナスはダメか。一応最後のここの第一ステージまで可能性はあるけどなかった。ライガー。さあここまで来たらね、本当に落としたくない。これはうーん青チャンス。さあいったか。じゃあ誰よ、誰なの。サウザーは強い。あー時無理、もう無理。姿勢チャージなし。クソ、700のところでどうにかならんか。無理か。
ああここまで来て、うん、チャンス目無理か。グスした。ただ一応この台の3枚が、あ、まだプラマイゼロぐらいか。一応ベルカウンターが強いからちょっとやるしかねえか。追加投資3000円の総投資58本、909ゲームでした。電池があと 4% 足りないかな。ちょっとこの ST は長くなる可能性があるので電池を変えておきます。なあ、だあ、か、うん、まだ3時なので、ここからまだ巻き返せる台を探したいと思います。おお、デカスタートに入りまくるこの快感を味わわせてもらって、いや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 、違う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 、1回転です。